ルーベンスのアンギア・ーリの戦いの模写タボラ・ドーリア・アンギア・ーリの戦いは、イタリア・フィレンツェのフィレンツェ成長者大会技術にレオナルド・ダ・ヴィンチによって描かれた壁画。今も現存しているのではないか、と多くの研究者から推定されている。その中心部分は、フランス・パリのルーブル美術館にあるピーテル・パウル・ルーベンスの模写によって広く知られている。1603年に、 ルーベンスがアンギアーリの戦いの模写を描いたときはダヴィンチの壁画は失われていたので1558年のロレンツォ・サッキアによる版画を元にしている。ダヴィンチによるアンギアーリの戦いのためのスケッチダヴィンチによるアンギアーリの戦いの主体と思われるもの。赤チョーク。1504年、レオナルド・ダヴィンチはフィレンツェ共和国からの依頼を受け、ベッキオ宮殿の大会議室。 500人を広間にアンギアーリの戦いを描き始めた。その時の契約書は他ならぬニッコロ・マキャベッリがサインしたものであった。同時にダビンチの壁画と反対側の壁にはダビデ像を仕上げたばかりのミケランジェロがカスチーナの戦いの制作を手がけていた。同じプロジェクトを同時期に両者が手がけたのはこの時だけである。ミケランジェロのカスチーナの戦いは 入浴していた兵士たちが、不意打ちを喰らう場面を描写していた。しかし、ミケランジェロは、絵描きが終わった時に、教皇の墓を手掛けるために、ユリウス2世にローマへ呼び戻され、カスチーナの戦いは、未完のまま終わった。ダヴィンチは、アンギアーリの戦いで軍旗を激しく奪い合う、兵士たちや、軍馬の衝突を描いた。ジョルジョ・バザーリはその著書、画家、彫刻家、 建築家列伝において、ダヴィンチのアンギアーリの戦いの描写の素晴らしさを称賛している。アンギアーリの戦いは、ダヴィンチ最大の大作であり、ミラノのサンタマリアデ・レグラツエ教会に描いた、最後の晩餐の苦い経験から、テンペラやフレスコではなく、油絵で壁画に挑戦した。そのため、実験的な手法を試みた。しかしダヴィンチは、おそらくローを混ぜた、厚い下塗りなど、 試行錯誤したが、表面の絵の具が流れ落ち出した。急いで乾かしたものの絵画の下半分しか救うことができず、上部は色が混じり合ってしまい、ダヴィンチはこの壁画を諦めることとなった。こうしてダヴィンチとミケランジェロの二つの未完成の壁画が、1512年まで同じ部屋に残された。その中で、ミケランジェロのカスチーナの戦いは、 ミケランジェロの才能を妬んだバルトロミオ・バンディネディによって同年に切り刻まれてしまう。一方、ダヴィンチのアンギアーリの戦いはその中心部分の素晴らしさを称賛され、その後数十年は多くの画家によって模倣されていく。1555年から1572年にかけて大広間はコジモ一世の宮廷のために改築、拡張された。 この回収はバザーリを中心に行われ、この時、ダヴィンチとミケランジェロの二つの未完成の壁画は共に、壁ごと失われたと考えられてきた。イタリアの美術史やで、カリフォルニア大学のマウリツィオ・セラチーニ教授は、1563年に、バザーリによって500人を広間に描かれたフレスコの壁画、マルチャーノ・デ・ラキアーノの戦いの一つの裏に、ダヴィンチの アンギアーリの戦いが隠されている、と主張している。バザーリのフレスコ画の12メートル地点、フィレンツェ兵士が掲げている、緑色の軍旗のところに、チェルカとローバというバザーリの文字が記されており、これがヒントであるという。セラチーニ教授は、バザーリが尊敬するし、ダヴィンチの作品を傷つけるはずがない、と確信している。そこで、500人大広間をくまなくレーダーや、 X 線による調査を行ったところ、ダヴィンチのアンギアーリの戦いがあったと言われる東側の壁面は、バザーリによってもう一つ壁が作られた二重壁になっていたことが分かった。二つの新旧の壁の間には 1cm から 3cm の空洞があり、アンギアーリの戦いを保護するには十分な空間である。2007年以降、イタリア文化省やフィレンツェ市議会は、 さらなる調査の許可を教授に与えている。2011年11月、セラチーニ教授は16世紀半ばの貴重なフレスコ画が残る壁に穴をうがち、内側にもう一つの壁を発見した。その壁からは、ダヴィンチの絵と、応募式顔料が確認された。ありがとうございます。